おはようございます。頭ボサボサ。どうでしょう、ふわふわ。固まってますよ。ね、自分で結構フォークとか上手に使うようになってきましたね。じゃブロッコリー食べるかな。お姉ちゃん食べるし、しのぶですよ。しのぶですか。鬼滅の刃のしのぶに慣れきって朝からはしゃいでます。おいしい、おいしいですか。うん。くつろぎモードですか。出ていいよ。いいの？はい、こうたくんもこの通りくつろいでまーす。あんまり今日ご飯食べなかったね。いや、気まぐれ王子なんで。こうやってく、かわいい。はい、こんな感じで、メイクしました。ってことで今日はですね、私これから、いつも行ってる針の治療に行って、でその後ちょっと買い出し、そうそう、お買い物をね、していきたいと思います。はい、ということでですね、この休日も、育児から始まって、そして針治療行って、お買い物して、すっきり、息抜きをして、そしてまた育児をしてっていう、いつもと変わらぬ一日だったんですけれども、メイクをね、落としていきたいと思います。やっぱりね、メイクは好きだし、一日のね、スイッチが入るので、必ずメイクは、するように心がけています。ですがですね、やっぱりこのご時世マスクすることが多いので、肌もすごく荒れやすくてね、負担をかけてしまいますよね。メイクを落とすものもできるだけ肌に優しい天然由来成分のものとか、保湿をねしてくれるものがいいと思うんです。そこで今回使っていくのはですね、こちらの、ルルモのアルガンオイルクレンジングです。高保湿で知られるアルガンオイルと植物オイルを中心に天然由来成分を 99% 配合しています。そしてこちらですね、ダブル洗顔が不要で植物オイルなので、優しい洗い心地でお肌のダメージも軽減できるんです。そして以下の成分は使用していません。なので、今のね、この時期でもですね、とても安心に使えるクレンジングオイルだと思います。早速このルルモのアルガンオイルクレンジングでメイクを落としていきたいと思いますが、はい、ではですね、使っていきます。まずは、乾いた手にですね、2プッシュ取っていきます。ほほほ、結構サラッとした感じの、はい、テクスチャーになってます。で、そして、顔に広げながらね、なじませマッサージしていきます。めっちゃ伸びがいいですね。すごい、なんか結構サラサラしてるからさ、どうかなと思ったけど、めっちゃ伸びいいよ。で、しっかりこうね、馴染んでいって、メイクを優しく落としてくれる感じです。で、だいぶ落ちた感じです。はい、リップもね、しっかり落ちた感じなんですけれども、眉毛も落ちてるよね。眉マスカラもね、落ちてるね。で、この後にちょっと少量の水で、こうやってさらにね、こうやってなじませて乳化させます。ちょっと白くなってきてるでしょ。なんかデパコスで高いやつとかも確かにね、いいんだけれども、さっきの2プッシュで
こんだけそう伸びがよく少量で伸びがよくて、しかもスルスルスルっとねこうメイクを優しく落としてくれて、いい香りで、そして気持ちいい、この金額だったらですね、私はこっちを押しますね。はい、まあそんな感じでしっかりね乳化して、メイクも落ちてるので、洗い流していきたいと思います。やばい。すごいツルツルになってるよ。はい、ということで、スキンケアが完了いたしました。今回ね、ご紹介した、ルルモのアルガンオイルクレンジングなんですけれども、お肌に優しい天然由来成分で、しっかりメイクを落としてくれて、お肌もしっとり仕上げてくれる安心そして嬉しいオイルクレンジングだと思います。マスクをする日々にですね、まあ、できるだけ肌にダメージのないものをね、使いたいという方はですね、めちゃくちゃおすすめしたいと思います。そして、年齢問わずですね、幅広い方に使っていただけると思います。なので気になる方は、ぜひチェックしてみてください。それでは、スキンケアも終わったので軽くストレッチと、トゥワイスちょっと練習して寝ようかな。はい。それじゃあまた次の動画で会いましょう。またねー。バイニャー。